ちは。今日はですね、のんきん坂本くんがあざみさんに胸トレを教わるという動画だったんですけど、たまたま今日あざみさんが胸トレということで合同トレーニングをされるということで超嬉しい。けどなんか何かビッグバンが起きる気がしてて、坂本くんは1日7時間8時間トレーニングするじゃん。やるときはもうやっちゃいますね。あざみさんは1時間、1時間でやろうと思えば出し切れるし、だけどさっき聞いた話だと40分しかトレーニングできない日があって40セットやりましたって言ってました。40分で、でもなんかその時の気分、時間があればもうやる、やれないならやる時間がなくても詰め込んでやっちゃう。あ、そうですね、はい、やっちゃうんで。素晴らしいですね。坂本くんはなんかどういうところが弱みだと思ったんですか？胸がもともと成長しにくいなっていう、はい、なんかそれはもうより強度を上げていくしかないのかなっていうふうにも考えてるんですけど、そもそも入れたことない刺激を入れるべきだっていうふうに今日は思うんですよね。そうだね、こう鍛錬で普通なんか一般的なジムにはない、なんか珍しいマシンが多くあるから、まあ、なんか触るだけでなんか新しい刺激でなんか筋肥大のね、なんかためにもなりそうな気がするんだよ、はい、だからせっかく今日は八王子まで来たんで、はい、坂本くんの動画よろしくお願いします。はい、倒します。もう別に倒さないというかさ、なんだろうな。じゃあ、一種目目は、はい、一種目目はこのインクラインベンチで、さっき坂本くんには説明したんですけど、もう自分の使い方に変わっちゃってるんで、はい、鍛錬のマシンじゃないっていう感じなんですよ、はい、最近は。で、ボトムでしっかり初動のポジションを深くっていうのを最近はやってるんで、うん、ボトムでちゃんと作ってから上げるって感じですね。5、6、7、8、9、20。こからジャンピングリターですね。お、スーパーセットですか？そうです。あざみさん珍しい。これもなんか持田君の影響がありそうですね。この2種目立て続けにって、コンテスト終わったぐらいからこれに変えてるっていう感じですね。ジャンピング腕立てしていいんですね。そう、なんか全力が出さないといけない。あ、腕立て力加減できちゃうけど、こぶってなると本気でやらないといけないから。なるほどね、はい、ちょっとまずやってみます。はい、はい、2、3、4、5、6、7、8、9、10、1、2、3、4、5、6、7、OK、 おすごい入りますね。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、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 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10
お、あ、なんか懐かしいタイプのトレーニングですね。これは優しい、あのなんか公園でトレーニングしてた時の感覚に似てるなっていう。その時期あったんだね。胸の上部が赤くなってるの分かる。お、相当効いてるよ。早い。脱いじゃっていいですか。いいよ、脱いで。脱いだ方が分かりやすいですよね。いや、すごい赤くなってる。分かる、上部が一瞬でパンプアップしました、うん、すげえな、さっきとは全然違うよ。全然パリッパリ。いや、馬だね。馬だな。すごいパンパッパ、すごいっすね、これ。すごいよ。すごい。今年まず全日本余裕で決勝が来れるよ、これ。大会日程変えようかなと思ってて、ちょっと今。いきなり全日本出る。いきなり全日本。いきなり全日本出れない。出れない。ちょ、出るためには大会一つ出ないといけないですね。こいつは日本の超えてるよね、聞いて。うん、めちゃくちゃ入る。IFBB 目指すね。いや、ハハ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 ハ
確かに、ね、思ったよね。このマシン半端ないです。ありがとうございます。あと、まあ、改良してるっていうのも多分あると思うんですけど、ちょっととりあえずやりたいです、うん、はい、じゃあ2セット目押す。横浜線で町田が来てる人いますよ。いや、ちょっともう一回やりたいですね。これちゃうね。あ、いや、あ、なんかもう効いてる感じ。効いてるでしょ。やばいっすね、これ。おすすめなんですよね。1、2、3、4、5、6。お、早いな。7、8、9、9、9、軽くするよ。あ、OK っす。あ、お願いします。頑張れ。9、10、11、12、ラストラスト。いや、ちょっと軽くいきますね。もうちょいです。もうちょい、もうちょい、うん、はい、よ、頑張れ。胸のストリエーションカット、カットの血管が、ああ覚醒してんな、うん、これは覚醒してはさないですね。あ、筋トレ楽しい。やべえことになってる。頑張れ、頑張れ、4、5、頑張れ、頑張れ。やるしかない、やるしかない、やるしかない。オッケーオッケー。いや、こんなに効くの久しぶり、久しぶり。今日ちょっとやばくないこれ。やばい、これやってこれ。これはやべえな、やべえよ、坂本くん、これライブでいいぞ。これなんすよ、もったいない。君はすげえ男だ、ほんと。全員とかじゃない、これもう。いや、もう、もうこっちすぐプロになりそうなんだけど、マジで。俺の代わり11月出てよ。え、とんでもないほど。すごいよ、これ代わりとは。え、マジこれ、ライブで行こう、マジで。行こうっていうか、もったいない、普通に。うん、全日本で終わってほしくないから。そんなに言ってもらえると。いや、俺初めて見た、こんなすげえやつってぐらいすごい。いや、あの、てかダウンするのが早いですよ、いつもより。あ、聞いちゃってるから。聞いちゃってて、慣れてないのも。でも慣れてないにしてはちょっと早いんですよね。サボるぐらい。プロコリア出よう。プロコリア。いや、マジでマジで、うん、全日本で終わるからじゃないよ、これ。これケビン・レブローリみたいになれるよ、これ、マジで。もうめちゃくちゃベトベトしてくれますね。もったいない、人生一回しかないんだよ。すごいな、私これ。無限の可能性を。え、ちょっととりあえずまず1回ちゃんとオールアウトさせていいですか。あ、もうあと2セットある。2セットちょっとやりたいですね。全然変わったな、さっき。弱点とは。78キロあるでしょ。身長は身長169。いや、もうそれプロじゃん。いや、本当に CG でいったらプロじゃん。まあ、なんかそのすごい調子悪かったんですけど、パワーリフティング始めてから調子が良くなった。あ、連動してっていうかね、思いっきりやるから。あ、そうです、そうです。居場重量ビッグ3全部プラス50ぐらい上げちゃってるんで、明らかに変わりました。いや、体だって 1.5 倍ぐらい去年よりでかい。去年いくつだったの、体重とか。去年も72キロとか。やばくないそれ。5キロ以上増えてんじゃん。 72? そうなんですよね。すげえ。いや、俺映像じゃ分かんなかったけど、とんでもない体してるね。ビッグ3大だな。頑張れ、3、4、
オッケー。いや、ちょっと膝すぎるか。いや。はい、全然普通でしょ、はい、でもさ減量してもこの状態になるとみんなフラフラってイメージあるけど、はい、それを払拭してほしいのよ。ああ別に辛いことはないですよ。そうなんだ。もちろんこれはちゃんと追い込んでますけど日常で辛くないでしょ別に。うん辛いと思ったことはあんまないですね、うん、だからうまく絞る人ってこうだよね基本ね。うんだから気づいたら絞れちゃったって言ってますもん、うん、絞る気っていうかなんか今回はそうでしたね、うん、食って絞ってる体してるもんね。短パンの状態、うん、パリッパリでパンパンでさ、これがなんか水が抜けたように絞れちゃうとちょっとね。そうですね、ちょっと去年がそうだったんで、もう今だって皮膚の下ですぐ筋肉って感じだもんね。めちゃくちゃいいですね。1年も経たずに半年でプラス5キロ6キロ、だポテンシャルが引き出せてなかったんだろうね、うん、まあ、ちょっとあと勉強不足だなと思ったんで勉強したら肥大化しましたね。これやばいよ。俺も半年で5キロ増やしたよ。すげえよ。でかいとかさそういうんじゃなくてさすごい普通に。最強だよ君は。最強だ。いいね。まだジョブしかやってないから。